源氏物語の著者紫式部の人生。こんにちは、なでしこです。紫式部といえば源氏物語の著者として有名ですよね。しかしその人物像は意外と知られていないのではないでしょうか。紫式部は日本文学史上最高傑作と言われる源氏物語の著者であるにもかかわらず、非常に謎が多い人物です。いつ生まれ、いつ亡くなったのか、さらにはその本名ですら謎に包まれているのです。そこで今回は平安時代を代表する女流作家、紫式部という女性についてご紹介していきたいと思います。紫式部という女性。紫式部は平安時代中期に一条天皇の中宮彰子に仕えた貴族の女性です。日本人なら知らない人はいないというほど有名な歴史上の人物であるにもかかわらず、謎多き人物の一人です。というのも、紫式部はそれほど身分の高い出自ではなかったからです。父親は学者で詩人の藤原為時、母は幼少期に亡くしており、父親の元で育てられました。そのため紫式部の人生は父の影響が色濃く反映されているようです。父の藤原為時は漢文などの学問に秀でており、羽山天皇に漢文を教えたことでも知られています。紫式部はそんな父から漢文を習い、幼少の頃より当時の女性に求められる以上の才能で漢文を読みこなしたと言われ、才女としての逸話も多いです。当時女性が漢文に堪能であることは珍しく、女性らしくないと嫌悪されることも多々あったよう。また紫式部は漢文だけではなく、弦楽器の奏の腕も四半球で、和歌の腕前も相当なものでした。父からも男に生まれてきていたらと惜しまれたというエピソードも伝えられています。源氏物語の誕生。紫式部は27歳の時、藤原信孝と結婚します。当時の女性の結婚適齢期は13歳くらいだったことから、かなりの晩婚だったことがうかがえます。結婚した翌年には一女を設けるのですが、その幸せはそう長くは続きません。結婚後3年ほどで夫と死別してしまうのです。紫式部はその悲しい現実を忘れるために物語を書き始めました。これが源氏物語の始まりだったようです。当時は紙が貴重なものだったため、紙の提供者がいればその都度書き、仲間内で批評し合うなどして楽しむ程度でした。しかし口コミから物語の評判は広がり、その評判を聞きつけた藤原道長は紫式部の才能を見込み、娘の彰子の家庭教師として抜擢したのです。彰子は一条天皇の中宮です。これを機に紫式部は宮中に上がり、宮仕えをしながら藤原道長の支援の下で物語を書き続け、54条にわたる大作源氏物語が誕生したのです。400字詰め原稿用紙で約2400枚にも及ぶ超長編物語です。しかし紫式部にとって作家はいわば副業であり、本業は中宮彰子の女房です。源氏物語はそんな紫式部の職場である宮中で引っ張りだこになりました。その評判は一条天皇の耳にも届き、きっと日本書紀をよく読んでいる人に違いないと褒められたことから、日本木の三つ骨というあだ名をつけられたといいます。しかしこれには女性が漢文を読むことへの揶揄があり、紫式部にとっては苦痛だったようです。紫式部は引っ込み思案な性格だった。紫式部はもともと内気な性格でした。宮中へは半ば無理やり引っ張り出されるようにして、いやいや赴くことになりました。宮中に仕える以前から源氏物語の作者として知られていた彼女は、教養をひけらかす嫌な女に違いないと同僚の女房たちから敬遠されがちでした。当時漢文は男性が読み書きするものとされており、女性が漢文を読むことは自分の才能をひけらかすような恥ずかしいものとされていたためです。誰にも相手にされず、傷ついた紫式部は深く落ち込み、5ヶ月間もの間仕事を投げ出し、実家に帰って引きこもってしまいます。その間、源氏物語の執筆に励んでいたようです。しかし、このままではいけないと、再び宮中に戻りますが、やはり同僚たちの態度は相変わらずでした。そのため紫式部は、実際には教養があり、頭が良かったのですが、あえて頭の悪いふりをしたそうです。おかげで親しみやすさが増し、周囲に溶け込めるようになっていったといいます。ライバルは清少納言。平安時代、紫式部と並ぶ、二大女流作家として有名な清少納言ですが、実は紫式部と清少納言はライバル同士で仲が悪かったという話は有名だと思います。では2人は本当にライバル関係にあったのでしょうか。まず紫式部と清少納言の置かれていた
政治上の関係を見ていきます。紫式部が仕えていたのは藤原の彰子、一方で清少納言が仕えていたのは彰子よりも先に一条天皇の中宮の座についた藤原の定子です。定子の父は藤原の道長の兄で関白だった藤原の道隆です。しかし父が急死し、兄が後継者争いで道長に敗れると定子の立場は危ういものとなってしまいます。当時の藤原家は娘を天皇に嫁がせ、生まれた子を次の天皇にして摂政関白として政治の実権を握り、権力を欲しいままにしていました。しかし藤原の彰子と藤原の定子の本人同士は好か不幸か対立することはなかったようです。同じように紫式部と清少納言もお互い争うことはありません。むしろ二人は年齢や宮遣いの年代も10年近く異なるため、実際には面識はなく対立のしようがなかったのです。しかし紫式部は清少納言のことを意識していたのは確かだったのでしょう。紫式部の清少納言への対抗心は紫式部日記を読むとよくわかります。紫式部日記とは1008年から1010年の間、宮中の生活の様子を書いた日記です。この日記の中で紫式部は清少納言に対し、清少納言という人はとても偉そうに威張っている人である、他人より優れているように振る舞いたがる人間は後々見劣りするであろう、そういう人間の行く末が果たしていいものであろうか、ほとんど陰口ともいえる辛辣な批評を記しています。これらの表記は紫式部が清少納言の才能に嫉妬していたなどと語られています。この紫式部日記を読む限り、紫式部が清少納言を強烈に意識していることが伝わります。また近年では紫式部日記の政治的性格を重視する視点から、清少納言の枕草子が亡き皇后定子を懐かしみ、紫式部の主人である中宮彰子の存在感を阻んでいることに苛立ったためと解釈する説もあるようです。紫式部と清少納言の関係はライバル同士だったというよりも、紫式部が一方的にライバル視していたというのが正しいのかもしれません。紫式部日記。紫式部日記は史書では明らかになっていない人々の生き生きとした行動が分かり、当時の朝廷文化をうかがい知る資料として重宝されています。紫式部日記は彰子の出産の話から始まり、源氏物語に対しての世間の評判や彰子の同僚女房であった泉式部、赤染右衛門、また定子に仕えた清少納言らの人物評や自らの人生観について述べた彰子文なども見られます。泉式部に対しては先輩として後輩の才能を評価しつつも、その成就の奔放さに苦言を呈したり、先輩にあたる赤染右衛門に対しては後輩として尊敬の意を見せています。また彰子の実の父である藤原道長や色瀬である藤原の頼通や藤原の紀通などの公卿についての事情も多く含まれています。その他にも紫式部が他の女房たちと馴染めず悩んでいる様子や、宮中を取り巻く複雑な人間関係、同僚の悪口が書いてあったりなど、当時の生々しい話がぎっしりと詰まっています。平安文学に興味のある方はぜひこの紫式部日記一度読んでみてください。紫式部の名前の由来。紫式部という名前は死後につけられたのではないかという説があります。紫式部と呼ばれるようになる前は遠野式部と呼ばれていました。現在一般的に使われている紫式部という呼び名ですが、紫のような色名を冠した呼称は平安時代には他に例がなく、紫式部と呼ばれるようになった理由についてはいろいろと推測されています。一般的には源氏物語の作中人物紫の上に由来していると考えられています。紫式部日記の中には、宴の最中に酔っ払った藤原の金刀が若紫はどこですかと紫式部に尋ねたと書かれています。この若紫は源氏物語の若紫の巻のことで、主人公の名前が紫の上だったことから紫式部と呼ばれるようになったという説です。また紫式部の本名は分かっていませんが、藤原の香織子だったという説もあるようです。当時名前には霊的な力があるとされ、平安時代にはめったに本当の名前を口にするものではありませんでした。そのため紫式部の本名も伝えられていないようです。紫式部のその後、紫式部の生没年を明確な形で伝えた記録は存在しません。そのため紫式部の生没年には様々な状況をもとに推測した説が存在していますが、未だに定説がない状態です。
紫式部は源氏物語が完成した後に宮中を退職しています。しかしその後再び宮中に出仕したようですが、いつ退職したのかは分かっていません。紫式部の墓と伝えられているのが京都市北区紫の西御所殿帳に残されています。この場所は純那天皇の離宮があり、紫式部が晩年に住んだと言われている場所のようです。ということで今回は源氏物語の著者紫式部という女性についてご紹介しました。紫式部は真面目で引っ込み思案だけど、プライドが高く負けず嫌いな一面がある女性だったようです。紫式部日記を読んでみると、紫式部の人間性がよくわかります。今も昔も人の悩みは変わらないものなんだなと感じさせられる内容が多く書かれていました。このチャンネルでは教科書には載っていない歴史についてご紹介しています。少しでも面白いなと思っていただけましたら励みになりますので、ぜひ高評価やチャンネル登録、コメント欄で応援していただけると嬉しいです。それではこの辺で、次回のなでしこの歴史の時間でお会いしましょう。